はい、どうも、名古屋の実行チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井ノ口、どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズの中で、参考書、どれ買ったらええねんって言って、めちゃくちゃね、質問来たりとかするんですけども、それに対して僕がランキングを取りたいなと思います。今回は中学生の英語の参考書に絞って説明をしていきたいなと思います。そのランキングというのはどういったもので分けていくかと言いますと、レイアウト、調べやすさ、受験対策、学校対策、そして問題量、まあ、これについてのランキングを一つずつ作っていきたいなと思います。レイアウトっていうのは調べやすさだったりとか見やすさ、そして調べやすさっていうのは同じかなと思われるかもしれないんですけども、ではなくて、調べやすいっていうのは同じなんですけども、分かりやすい用語でどういった学力の子であっても調べやすいっていうのが調べやすさです。そして受験対策、定期テスト対策、そして問題量っていう、問題量っていうのは参考書なんで普通はないんですけども、それでもこの用語の意味はこうです、こういった意味はこうです、この文法はこうですって説明した後に、じゃあ一回ちょっと試してみますかっていう問題があったりとかします。この問題についての多さだったりとか、その問題の質だったりとか、あとは受験でも定期テストでも使えるのとか、あと問題集っていうのが大体セットになってる参考書が多いので、そのセットっていうのがあるかどうかについても話をしていきたいなと思います。今回比べる参考書はこちらになります。中学総合的研究応文社の教材ですね。でニューコース学研、パーフェクトコース学研、自由自在受験研究者、詳しい英語文英堂っていう感じになります。まあ大体本屋さんに売ってる参考書を選んでみました。まあ自由自在はね、超有名教材ですよね。まあめちゃくちゃ売れてるっていう感じですし、詳しい英語文英堂っていう問題集もたくさん出してる大手ですよね。そして応文社学研、ね、すごくいい教材を出版している出版社なんです。ここら辺を踏まえて紹介していきたいなと思います。ぜひね、チャンネル登録もしていただいて見ていただきたいなと思います。そしてね、下にね、概要欄にね URL があるので、そちらでね、興味ある方は購入をしてください。特に中学総合的研究だったりとかは2021年の1月頃に発売されたりとかするそうです。これはね、大体1年ごとに新しくなっていく教材もあれば、まあ3年とか5年とかぐらいに新しくなっていく教材もあったりとかします。なのでね、タイミングいい頃に買ってみるっていうのも一つの手だったりとかします。それでは紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ説明していきたいと思います。まずレイアウトランキングをしていきたいと思います。レイアウトランキングっていうのは調べやすさ、そしてパッと見た時にこういったところが見やすいとか、すぐ 見つけたいなと思うものが見つけれる、そういったものをレイアウトランキングっていう形で付けさせていただきました。それで第3位から紹介していきたいと思います。第3位は中学総合的研究。この教材は応文社から出てる教材なんですけども、すごく見やすかったです。そしてものすごく、あ、これ調べたいなっていうものに対しても作品が載ってたりとか、さすが応文社っていう感じですね。すごくいい教材だと思います。そして第2位は学研のニューコースになります。さすが学研、見やすい基礎標準に対してしっかり網羅している、そういった教材であるニューコース。この教材はちょっと分かんないなって思うものに対して分野をしっかり分けてくれたりとかします。だからちょっとこうやって調べたいなと思ってもすぐパッと見つかる。そしていらない情報、いらないっていうのは、まあ、受験対策とかすごく細かい情報っていうのを全部切っちゃってるので、なのでレイアウトもすっきりしてるんですよ。すごく調べやすいっていうのがニューコースの教材になります。そして第1位は学研のパーフェクトコース。学研が1番2番を取ってしまいましたね。学研はね、基礎標準はすごく強いんですよね。そういった印象が教材からもビシビシ伝わってきます。ただパーフェクトコースっていうのは受験用教材なんですよ。で受験用教材っていうのはものすごい情報量が多いんで、ごちゃごちゃしちゃうんですよ。でもね、このパーフェクトコースっていうのは色使いがすごくスッキリしてる。そして配置に関しても考えてる。じゃあ削ってるのか、情報を削って少なくなってるのか、そういったわけではない。綺麗に見させて、そして伝えやすいっていう形にしてます。普通は情報を詰め込んでしまって見にくいっていう、そういった参考書とかはね、ページ数が減るんですよ。だから出版社とかもね、まあ、減らそうっていう考えがあるのかなっていう印象なんですけども、でもパーフェクトコースは、まあ、値段もちょっと高いんですけども、でもすごくまとまってるし、見やすいし、分かりやすいし、調べやすい、そういった教材になります。
はい、じゃあ次に調べやすさランキングですね。これは簡単に書いてあったりとか用語が詳しくではなくて、誰のどの学力の子でも分かりやすい、見た時にあ、なるほどそういったことなんだっていうのが分かるっていうのが調べやすさランキングになります。これはレイアウトランキングっていうのはパッと見て、ね、あ、見やすいって感じなんですけども、調べやすさっていうのは用語がちゃんと詳しく書いてあったりとか、まあ、調べたいなと思うものが適切に書いてあるかどうかっていうのを見るっていうのがこの調べやすさランキングになります。それでは第3位から説明していきたいと思います。第3位は中学総合的研究応文社の教材になります。先ほどのレイアウトにも相まって、やっぱねここら辺っていうのは、まあ、レイアウトを詳しくやってたりとかすると文章に関してもパッと見見やすくなったりとか、あと分かりやすい用語でやっぱ書いてくれてますね。すごく見やすい、そういった教材になります。応文社ってね、実は昔めちゃくちゃごちゃごちゃしてる教材出版っていうイメージだったんですけども、めちゃくちゃ変わったなっていう印象です。そして第2位はパーフェクトコース学研になります。さっき1位だったんですけども、パーフェクトコースは見た感じすごく分かりやすいっていうレイアウトなんですけども、ただ用語が難しいんですよ。おそらく受験用教材っていうものの位置づけをしたいなって思ってるから、だから難しい用語を使ったりとか、学力的にちょっと低い子だと、え、これどういったことを言ってるんだろうっていうのがやっぱ出てきてしまうなって、そういった印象です。なのでこれが第2位に落ちてしまっています。そして第1位は入校数になります。先ほどのね2位の学研の入校数になります。こちらの教材は、まあ、対策としてはね学校教材っていうものに対して焦点を当ててるっていうこともあって、すごく分かりやすい用語で書いてあります。そして先ほど申し上げてたんですけども、情報をすごく削ってくれてるので、なんでパッと見た瞬間にも分かりやすいし、文章に関してっていうのもすごく少ない文字数で詳しく分かりやすく書いてるっていう、そういった教材になります。次に受験対策の参考書になります。この受験対策っていうのは正直言うと足りない教材が多いです。なんでかって言いますと、中学生のね、まあ、高校受験生として使う参考書っていうのは問題を解きながらその問題の回答だったりとかは詳しく書いてあったりとかするんですけども、でも参考書で調べた時載ってないっていうのも結構あったりとかするんですよ。なので正直言うと参考書で受験対策まで行くっていうものはあまりないかなっていう印象ですね。なんかね、かゆいところに手が届かないんですよ。受験問題にこういったものが出ますっていうのをまとめてくれてる教材っていうのが参考書っていうのはあまりなくて、どちらかというと一般的にこの分野はこういった文法ですよとか、こういった使い方をしますよっていう説明ばっかなんですよ、参考書っていうのは。なんで受験教材としては少し物足りなさを感じるんですけども、でも一応受験対策のランキングもつけていきたいなと思います。それでは第3位、自由自在受験研究者ですね。そしてもう一冊、詳しい英語、こちらはね文英堂から出てる教材になります。これね、なんでね第3位に2冊あるかって言いますと、まあ自由自在と詳しい英語っていうのが基本的には同じようなレイアウトをしてて、まあ、問題量というか問題の質自体もそんなに大して変わらなかったんですよね。なんで受験対策としてもすごく、まあ、分かりやすいし、内容としてもしっかり網羅してくれてるかなっていう印象ですね。詳しい英語っていうのはただ問題点が1年生2年生3年生で分かれてるんで、一気にこう調べたいなと思っても調べにくいっていうのはあったりとかします。自由自在は逆に言うと分厚くて1冊で調べることはできるんですけども、ただどの分野にどう書いてあるのかっていうのが少し細かすぎる。受験対策としてはやっぱり分かりやすくっていうのが大事かなと僕は参考書は思うんですよね。なのでいろんな情報がありすぎてしまって調べきれずに、ああもう載ってないやって言って諦める子が、まあ、僕らの塾でもいるかなっていう、そういった印象です。第2位はパーフェクトコース学研になります。こちらの教材ね、レイアウトが見やすいっていうので、まあ、高評価だと思うんですけども、受験対策としても使えると思います。そして分からにくい、分からないような、そういったものに対しても図だったりとかを使ってしっかり分かるように説明をしてくれてます。英文法でもね、こういったものが置き換えではこう使いますよとか、受験ではこういったものが少し出ますよっていうのもしっかり書いてくれてます。いい教材だと思います。そして第1位は中学総合的研究応文社の教材になります。こちらの教材ね、正直言うと
まあ、レイアウトはちょっと見にくいなっていう印象あるんですよ。でも受験教材としてはやっぱりここを押さえてほしいなっていうところをしっかり押さえてる。まあ他の教材もねしっかり押さえてるんですけども、ただこの教材とパーフェクトコースはここ分かりにくいなっていうところをちゃんと図で書いてあったりとかしますし、あとは情報量が中学総合的研究だとしっかり応用にもつながるようなことが書いてあったりとか、文法もねちょっと多めに書いてあるかなっていう印象なんで、ここが第1位になりました。そして学校対策第3位は中学総合的研究応文社の教材になります。こちらの教材ね、受験用教材としてはまあいいと思うんですけども、学校の定期テスト対策になるとちょっと調べにくいかなっていうのと、あとはやっぱりね受験用教材は情報量が多いんですよ。そうするとパッと見少しごちゃ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 しちゃって、まあ調べにくいし分かりにくいっていうのがあったりとかします。学校のね授業と、まあ、こういった参考書っていうのは合わさらないんですよ。合わさりにくいようになっちゃってるんですよ。なのでこのランキングっていうのが低いからどうこうっていうわけじゃなくて、やっぱり学校用の対策では学校用の教材を買った方がいいかなっていう僕は思います。そして第2位はパーフェクトコース学研になります。やっぱ学研は強いですよ。基礎標準に関しては強い、受験に関してはちょっと弱いっていうのがありますけども、でもパーフェクトコースは受験用教材っていうこともあって、学力的にも基礎標準応用までしっかり網羅してくれてる、そういった教材になります。レイアウトも見やすいしですし、学校対策でこういったものをちょっと調べたいなっていう分野もしっかり分かれてる。作品だったりとか、あとページにいろいろとね何々分野っていうのも書いてくれてるんで、まあ、調べようと思ったら調べやすいかなって思う、そういった教材になります。そして第1位はニューコース学研になります。ニューコースはもう学校用教材ですよ。受験用教材としては物足りないんですよ。すごく物足りない。だから受験用教材としてはニューコースは正直言うとあんまり使えない。でも基礎を固める学校の勉強っていうもので基礎を固めたいとか、あと受験のね対策まだ全然取れないとか全然わかんないっていう子はぜひねニューコースを買っていただいて、1年生2年生3年生分かれてますけども、全部いい教材、そして問題もしっかりあるんでおすすめ教材になります。そして最後の問題量、この問題量っていうのは受験参考書に関してっていうのはほとんど問題がなかったりとか、まあちょろちょろ書いてあったりとか、ね、なんかわけわかんない問題が書いてあったりとか結構するんですけども、そこの質だったりとか量にこだわってる問題っていうのもあったりとかしますので、その参考書を紹介していきたいと思います。じゃあ第3位、自由自在受験研究者。受験研究者の教材っていうのは、まあ、いい教材が多いです。そしてね、自由自在に関してっていうのも、やっぱりね、まあ、王道ですよ。問題集、参考書として使っても、すごく王道。だし、あと自由自在の問題集もあったりとかします。ここら辺もね、高評価のポイントかなと思います。ただ、ちょっと使いにくいかなと思いますね。どうしても問題の内容としても、ちょっと使いにくいし、問題集とセットとして使っても、ちょっと受験教材として、まあ、自由自在っていうのは問題量からしても使いにくいかなっていう印象ですね。でも一応載ってることは載ってるし、まあ解いてたりとかするときにはねいい問題もあるかなっていう、そういった印象です。そして第2位はニューコース。こちらのニューコース、参考書と問題集があります。そしてこのニューコースには一分野一分野に問題があるだけではなくて、一ページ一ページごとに問題があったりとかするんで、一つずつ一つずつ確認が取れます。問題量的には一ページずつは少ないですけども、まとめ問題っていうので見開き1ページ全部使ってくれてますし、あと問題のレベル的にもすごく優しい、すごくね復習としても使いやすい。なので1年生2年生の子とかで総復習したいなっていう子はぜひねこういったものを使ってみるのもいいかなと思います。そして栄えある第1位は詳しい英語文英堂になります。文英堂さんはねものすごくね問題集としては強いですね。もういい問題出しててくれたりとかするので、ただ詳しい英語っていうものをね参考書として扱うのか問題集として扱うのかすごく難しいんですよね。僕は参考書としてはやっぱり物足りなさを感じるし、もうちょっと説明書いてくれたらいいんじゃないかと思いますけども、ただこれをねインプット用教材アウトプット教材っていうものを同時にやろうって思う教材として扱うんであればいい教材かなと思います。なので問題量もぴったししっかりしてるし、あとは参考書と問題集っていうのでまた別のね冊子であったりとかします。この別の冊子の詳しいっていうものもすごくシリーズ化されててすごく有名だし、すごくいい問題を使ってます。
で学校の定期テスト対策には申し分ないっていうぐらいの問題を使ってます。ただね、やっぱりこれを参考書として扱うかどうかっていうのが難しいなと思います。なんで受験用教材として使うのは少し難しいなって思うので、問題量的には1位なんですけども、ちょっと参考書としてはランキングがどうしても下がってしまってるかなっていう、そういった印象になります。いかがだったでしょうか。すごくね、こういったランキングをつけると、まあなんかこの教材は良くないんじゃないかとか、この教材はいいんじゃないかとかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、基本的にはね、今自分が必要としていることを補ってあげるのが参考書だったりもするんですよ。例えば学校の定期テスト対策をしたいな、ちょっと英語の文法弱いなっていうんであれば、ニューコースみたいな基礎固めの教材をやった方がいいし、あ、もうちょっと問題と調べるやつを一緒にやっていきたいなっていうんであれば、詳しい英語やった方がいいし、いや、もう受験用教材として調べるに特化してほしいんだっていうのであれば、まあ、パーフェクトコースとか自由自在とか中学総合的研究とか、そういったものを使うっていう感じですね。なんでその時々に使うものっていうのが違うんですよ。それをこの一冊だけ買っとけばいいやっていうのは、正直言うとね、難しいんですよね。だから例えば自由自在とかがめちゃくちゃ王道なんで、自由自在皆さん買うんですけども、自由自在がね、難しすぎて定期テスト対策にやっぱり調べきれないんですよ。で、わかんないって言って文法ね、適当になっちゃったりとかします。でもそれをランクを下げてあげて、ニューコースとかにしてあげると、あ、こんなこと書いてんだ、わかりやすいわかりやすいってなったりとかします。なので自由自在が悪いわけでも、ニューコースがいいわけでもないんです。今これを見られてるあなた、そして保護者の方がね、お子様に対してどういったものを買うのかっていうのをしっかり見極めて買っていただきたいなと思います。ちなみに僕らの塾ではおすすめしてるのがニューコースです。受験には使えないんですけども、子供たちがわからないな、わからないなっていう時にすぐ調べれる。それは学力が下の子であっても上の子であっても、すごく使いやすいのがニューコースだったりとかします。ここら辺はね、結構万能。ただ、受験の時はニューコースはほとんど使えないです。なんでかっていうと、受験に載ってるっていうものが書いてないから。なので問題量をたくさんやるなり、まあ、自由自在だったりとかパーフェクトコースとか中学総合的研究とか、そういったものを置いといてあげて、で子どもたちが勝手に調べるっていう形をしないと、ちょっと物足りなさがあるかなっていうイメージですね。ぜひ参考にしてください。参考になった方はね、ぜひね、チャンネル登録高評価もお願いしますね。そしてね、他の教材に関してもランキングもしてったりとか紹介もしていきますので、ぜひね、チェックしてください。それでは皆さん、さよなら。